d h 6 0ーラスモスで、ハビランド DH-60 モスは、イギリスのデハビランドエアクラフトが製造した複座の副容器。航空初期の歴史において、個人や民間飛行クラブでも手が届く安価な軽飛行機として大きな成功を収め、世界中で活発に展開された個人飛行の礎を築いた機体である。モスと和がを意味する。 サンザの服用機 DH-51 の小型版として設計され、試作機は1925年2月22日にデハビランドエアクラフト創業者であるジェフリー・デハビランドの手によって初飛行した。イギリス航空省は5つの飛行クラブにモスを装備することを決定し、初飛行からわずか5ヶ月後には最初の機体がランカシャーエアロクラブに引き渡されている。その後もモスは、 輸出面でも成功を収め、軍用機としても採用されるようになった。また、数多くの記録飛行を打ち立てたことで、さらなる人気を獲得していった。さらに、アメリカ、フランス、オーストラリア、フィンランドでは、ライセンス生産が行われた。機体は上下に食い違いのない服用主力を備えており、これは格納や運搬に便利なよう折りたたむことができた。 全木製本屋組に、後半、ハフバリの機体構造も簡単かつ堅牢だった。また、主脚の代わりにフロートを装備することもできた。初期型は、シーラスエンジンを搭載していたことで間もなく、シーラスモスと呼ばれるようになり、エンジンの違いによって、ジェネットモスやジップシーモスなどと名称が変更されている。また、本機の軍用練習機型である DH。 6 0 d モストレーナーは DH-82 タイガーモスへと発展し、こちらも大きな成功を収めた。他にも直接の後継機として開発された DH-80 エープスモスなど、以降もモスの名を冠した軽飛行機が多数製造されることとなる。d h 6 0ギーモス、メジャーエイミー・ジョンソンとジップシーモス、ジェイソン1930年。 インドにて1926年、イギリス人スポーツパイロットのネビル・スタックが、初の量産型シーラス2エンジンを搭載したモスに、登場して、クロイドンからインドへの6ヶ月にわたる横断飛行を、達成し、世界的な注目を浴びた。1927年7月5日、メアリー・ベイリーが登場する、シーラス2モスが、軽飛行機高度記録5268メートルを、達成した。 また、彼女は、翌年にシーラスモスでクロイドンからケープタウン間の往復飛行も行っている。1928年7月25日、ジェフリー・デ・ハビランドは、自らが所有するジップシーモスで、軽飛行機の最高高度記録となる6,090メートルを達成した。1930年5月5日、エミリー・ジョンソンは、ジェイソンという愛称をつけたジップシーモスに登場し、 クロイドンからオーストラリアのダーウィン間の横断飛行に挑み、20日間かけてこれを達成した。これは女性パイロットによる単独飛行として初めての快挙となった。ありがとうございます。